関山さん、大宮さん、ありがとうございました。すみません、ちょっと各自マイクをお持ちいただいてもよろしいでしょうか。はい、完成しました絵ですけれども、すごいですね。対なんでしょうか、これは。はい、そうですね、対で描きました。対で、はい、ちょっとこの説明、作品の説明を
簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回ご一緒にさせていただくということで、なんかいつもはアンテナをそんなに張らずに書いてるんですけど、そこを開いて僕を媒体に書いていただくみたいな感覚で制作してたんですけど、本当にこの場の空気を感じ取って、でそれをもう起こしていったという感覚で、なんだろう、今この場にも内在してる、であと音の中にも内在してる、あと人の中にも内在してる美しさっていうものがそこに定着するような感じで書かせていただいたっていうようなイメージですね。うん、いやすごいですよね。やっぱり打ち合わせの時に一回のご自宅にお邪魔して、はい、ちょっと音を出してで絵を描いていただいたんですけど、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、普通の絵っていうのはやっぱりこれを描きたいっていう、そのなんて言うんでしょう、例えば風景を描きたいのか、そうですね、橋を描きたいのか、割と形が見てわかるものなんですけどね、うん、でこう初めて見た時にもやっぱりそのなんて言うんでしょう、僕もこの絵を描く人と一緒にやるというのは初めての経験なんですけど、うん、その杉山さんの絵を見ながら、じゃあちょっとこういう音を試してみようかな、こういう音を入れてみようかなっていうのが、うん、すごい相互作用して、まあ、いわゆる本当にアンサンブルのようなその場でしかこう出来上がらないものが今日皆様の前で表現できたんじゃないかなっていうふうに思います。独特な、ね、色彩感もお持ちですよね、うん、ありがとう。いや本当にすごいですね。僕もだからバッハを弾いているときにその自分の中のバッハのイメージはあったんですけど、だんだんその杉山さんの絵を見てる途中で、はい、なんか俺が思ってるバッハを弾いててもしょうがないんじゃないかなと思ってきて今日演奏の段階でちょっと思いながら、そうですね、やっぱり、うん、もちろんアドリブのパートはもちろんそうなんですけど、はい、バッハでもやっぱりこう絵をふと見たときに、ああなんかこういうニュアンスなのかな、いや 100% 分かるわけじゃもちろんないんですけど、うん、ちょっとこういう風に寄せていこうかなっていうのが自分の中でやっぱり生まれてきて、ええ、すごい楽しい時間でした。ありがとうございます。すごい楽しかったです。ありがとうございました。お互いに影響し合って、本当今日このお客様とこの時間とこの場所でもう世界に一つだけしかない作品が仕上がったわけですけれども、うん、こちら、ロビーの方で飾ってありますので、休憩の時に皆様ご覧になってください。それでは、一度マエストロをお呼びしましょう。佐藤さん、皆様すいません、先ほどの機材トラブルなんですけれども、ちょっともう直らないということで URL を変更いたしまして、今クラブハウス芸術祭のですね、ツイッターの方でつぶやかせていただいておりますので、そちらをちょっと共有していただきますと非常に助かります。今携帯いじっていただいても何も起こりませんのでぜひ使っていただければと思います。そして一部いかがでしたかっても聞きましたよねどうですか、素晴らしいですね。僕実はもう2回ぐらいね打ち合わせさせていただいてて、2回とも作品作っていただいてるんですけれども、いややっぱ素晴らしかったっていうのと、うん、変な話もうこれでこの芸術祭1個作ってもいいんじゃないかぐらいな豪華な絵画描いていただいて、大宮くんのまさかのこんな豪華なソロ弾いていただいてたっていうところで申し訳ないです。ちょっと僕欲張っちゃって、あとまだ2部ありますのでぜひお楽しみいただければと思うんですけれども、はい、もうちょっと喋ったんでいいですかねはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。